はい3です。この A 線から。おお、なんかあったみたいです。おお、なお、なおだって。えー、イラ l プト t o p ラプトプっていうのは、ラップトップパソコンのこと。ノートパソコンのことね。えー、my l a p プ、o プ,トップ私のパソコンが isn't working. プロパリプロパリ復しながら書こどっちからいこうかなワークの方からかなワークねこれも重要なワークでねあの機械とかさ機械とか主語で機能するあ機械に限らなくていいあの仕組みとかが機能するうまく働くそういう意味も強いですこれうまく働くも入れとこうだパソコンが調子悪いよっていうのは意味 だプロパーがその適切なとかそういう,うな意味になるね。で、プロパーを辞書で見ていきましょう。プロパー。で、プロパー、これもね、辞書を引いた後に、そこで終わりじゃなくてね、えー、っとね、関連語を見てください。あ、ごめんなさい。プロパリってあるけど、もともとはプロパーなんだよ。で、プロパーに、辞書がうまく映んないなプロパーが LY が付いて腹心だったら、プロパリ。きちんととが正しく。 もともとこれプロパーが適したっていう意味で、それが副詞になるとプロパーに、えー、きちんとか、えー、そういう,うな意味になります。で、あのね、ついでにとか、そういうのをまとめておくといいです。もともとは、もともとはっていうか、もともと、えー、と、一番最初に覚えるのはプロパー、形容詞のプロパーで、これが適切な、あ形容詞っていうのは名詞を修飾する言葉なんで、適切な、 適切な、どういうことを言うるのかな。適切、適切な運動とかさ、そういう場合にさ、使われる。で、これに、プロパーに、プロパーに、LI がつくと、副詞になるからね。で、副詞ってのは動詞を修飾するって考えてるんです。適切に、この場合だったら、働くとかね。プロパーに、副詞で、適切に。で、次がもう一個、 見ていきましょうでここら辺の辞書をね、興味があったらやっぱりちゃんと読んでおいてほしいけんね。プロパー適切だとかそういう意味だけど、あの適切だってことはどういうことかって言うと、えー、っとね、それに、それが持ってるそれに固有な性質とかね、そういう意味で適切っていうふうに使われることが多くて、それに固有の、 ですからそれをもとにして派生語として名詞プロパティその人自身が持っているべきものっていうことでそれにこういうのって意味があるからねえ財産とか特性とか。 そういうような意味にもいてはっています。プロパティがだから結構これも大事な言葉でね、財産とか、そう、あの、線とか引いおくといいよ。マーカーとかあると思うんで。ここは別にあの適切にってことでいいんでね。こんのやばいよ。私のパソコンが正常に動かないよ。適切に動かないよ。それに対して B さん何を言うかなと思ったら、Maybe、た、う、ぶん、って意味、ええー、かっこしとか、こういう副詞はね、ジョン、 えー、ジョンがブローク、壊した、8、えー。この1つはもちろんこの私のパソコンのこと。多分ジョンが壊したんだよ。本当かなって疑,っ疑われてるね、ジョンがね。He was using。過去進行形何々していた。彼が、He、えー、はもちろんジョン。using8。1はパソコン。He was using8 と言いしたで。彼がそのパソコンを昨日使ってよ、 使っっててたよってで、A さんが、円の、no, 違うよ。よかったね、ジョン。無実の疑いがは晴れた。I'm sure ああ、I'm sure も言っときたいから言っとこう。ほ、うんとね、<laughs> 例えば、He likes Cat。彼は猫が好き。で、こういう文章って、あ、これまたとこまでだから。 こういう文章って、あのー、まずないんだよ。あのー、まずないっていうかさ、彼が猫が好きって断定してるってちょっと変でしょだから、これを軽くするために、この前に、例えば、一番のんぼりなアイシンク。つけて、アイシンク、ヒーライクスキャット。まあ、だから、アイシンクっていうのはね、えー、私は彼は猫が好きだと思いますって訳ですけど、アイシンクっていうのは、こっちの断定を避ける、ちょっと軽くする言葉だって考えていい。で、 こっちで断定を避けて、断定を避けてつけるんだけど、確信してる時はあるよね。確信してる時には、I'm sure をつければいい。前に。文の前に。実際にはね、I think って言ってから、次の文続く文章を考えたり、I'm sure って言ってから次に続く文章を考えたりしますね。I'm sure he likes cats. きっと彼は猫が好きだよって。で、もし相手の人がえ、彼、猫が好きじゃないといいなと思ってたら、相手の人からすると残念なことだよね。そういうことを言いたい場合には、あまり言いたくないけど、I'm 言いたい場合には、この文章の名前に I'm afraid をつける。<coughs> I'm afraid he likes cats. 残念ながら彼は猫好きだと思うよ。I'm sure I think I'm afraid. こういうふうに使う表現です。<coughs> で、えー、っと、この人が何を確信しているかというと I'm sure the problem 問題は is m 泉、私にあるって、ジョンじゃないよって。 I have too many files open.to は後ろの言葉にピンポイントでかかって何々すぎる。ですのでこれは私は多すぎる量のファイルをオープン、開いています。まあ、HaveOC で O を C の状態にしたってちょっとこ,この文法は あれだけど、まあ、触れないわけにはいけないから触れとくね。応募 C の状態にしてます。私はたくさんのファイルを開きすぎてますって。A to は言動,言動を越して何々すぎる。これも大事な使い方なんでね、ちゃんと確認しといてください。辞書見といてもいいと思います。で、B が、なんだよって、B としてはなんだよね。Well クローズサムファイルズゼ 前は、全も訳し方として覚えておきましょう、えー。その時、それから、それなら。これは覚えておくのが得です。はい、今、えー、3回言ってください。その時、それから、それなら。その時、それから、それなら。その時、それから,それら、そ,そ,れからそれなら。なるべく早くね。はい、どうぞ。はい、言えたかな覚えたかなそう。 えー、B さん、もうニュアンスあさ、なん何だよ、それならさっさといくつかのファイルは閉じなよっていうような話でした。で、これは問題はこれか、えー。ジョンが壊したんじゃないっていう手で、違うさ私違いは私だよって言ってるんで、これ読んでいいですね。えー、答えは丸4ということになります。